おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は秋植え球根を鉢植えにしたものを花壇に直接鉢のまま植えていきたいと思います。まず鉢のまま植え付けるにあたりまして利点をお話ししたいと思います。あまりにも球根が小さかったり分球がかなりの量を切る球根においては球根に対して直接地面に植えてしまいますとその後の管理がとても大変になってしまいます。ですから一度このように鉢に植えて鉢のまま花壇に植えますと入れ替えがとても楽になります。こちらはアイフェイオンなんですけれども春先に開花いたします。花が終わりましたらこのまま鉢を持ち上げてもらって木陰に移動したりできますので管理が楽になります。そしてこちら空いた場所なんですけども空いた場所には夏植えの鉢などを再びこちらに戻していただければ絶えずこちらの花壇がお花で飾れると思いました。そして大きさの違う鉢なんですけれども植える深さを調整することによって鉢の地面の高さが調整できますのでそれも高低差などを作れて見た目のいい花壇になると思いました。今回試しにいくつか置いていますけどもこちらですね、八重のチューリップマリアージュ発芽しています。でこちらが原始系チューリップですね。これはコンサートになります。このようにピンクの芽が出てますね。そしてこちらが原始系クロッカスそのミックスになります。だんだん芽が出てきましたのでこれから楽しい時期が迎えられると思います。ちなみにこちらがこちらがムスカリになります。そしてこちらがムスカリの仲間になりますね。ムスカリが多いですね。やはり早く植えた分早く発芽しているようです。そしてこちらがクロッカス、クロッカスも早く芽が出ますね。こちらもクロッカスですね。こちらは黄色のクロッカスになると思います。そしてこちらがミニシーセンのゴールデンベルですね。こちらは黄色いベル状の花になります。それではある程度仮置きをいたしましたのでこれから鉢の高さの調整をしていきたいと思います。それでは後方を少し高くしたいと思いますのでちょっと土を足していきます。このぐらいですね。こういう感じです。でこちらもちょっと深く植えすぎてしまいましたので土を足します。このような感じですね。こちらがいいですね。こちらもいいですね。こちらもちょっと低いかな。そして春になりましたら順に植えた順番からおそらく咲いてくると思います。そして花がらがそろそろ摘み頃だなという時にもう鉢ごと抜いてしまいます。そうしますとスペースが空きます。そのスペースに次の寄せ植えなどを植えていければ年間を通して花壇を楽しめると思いました。はい、こちらも少し低めですね。ちょっと足します。地面が凍っているのかな。こっちか。多少地面に鉢の半分ぐらい植えますので水やりは少し楽になるかと思います。はい、そしてこちらですね。そして鉢と鉢との空いてるスペースなんですけどもホームセンターなどに行ってその季節の花苗などをこういうスペースに植えていけたら立体感ができていいと思います。奥の方ですね、奥の方に背丈の高い草花を植えて手前ですねグランドカバー的なお花の苗を植えていけたらと思っています。このように高さの調整ができました。そうしましたら空いたスペースに少し土を入れていきます。今現在1月末なんですけどもまだちょっと霜が強いのでお花の苗は買うことを控えてますけれども2月に入りましたらホームセンターやお花屋さんにたくさん花の苗が出るようになります。そうしましたら花の苗を追加して
飾っていけたらなと思っています。でこちらなんですけども、新しく花壇を一回り大きくしました。ももチャンネルでも動画をアップしてるんですけども、ルピナス、ヤグルマソウ、ニゲラ、そういった3種類の背の高いのを奥の方に植えて、手前はまたお花屋さんで苗を買ったり、寄せ植えの苗をいくつか、ここでしたら3個ぐらいかな、3個ぐらい置けたらなと思います。このような感じで球根を植えた鉢を並べてみました。いろいろな花壇の作り方があると思います。スペースを分けながらいろいろ試していきたいと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いします。今日は秋植え球根の鉢を花壇に定植してみました。開花の様子もまたお届けできたらいいかなと思っています。チャンネル登録、そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。